羽田空港で起きた日本航空と海上保安庁の飛行機同士による衝突事故から今日で4ヶ月です。この事故では客室乗務員の的確な誘導が大きな注目を集めました。華やかなイメージのある仕事ですが、保安要員というもう一つの顔を持っています。頭を下げて、前にかがんで、ヘッツダウン。大きな声で乗客に指示を出す女性、旅客機の客室乗務員です。FDA、 富士ドリームエアラインズが年に1回行う非常救難訓練。客室乗務員と運航乗務員が参加します。今回の訓練では飛行機が海に着水した想定で、乗客の身を守る方法や脱出方法を確認しました。脱出開始、エバキュエーッエバキュエーッ。訓練ではモックアップと呼ばれる実際の客室と同じ大きさの模型を使います。飛行機から離れて、遠くへ逃げて。いつもは笑顔を絶やさない客室乗務員ですが、もう一つの顔は乗客の命を守る保安要員。脱出スライドを使った訓練では乗客への声かけもあえて強い口調で行います。緊急事態はいつ起こるか分かりませんので、常に五感を働かせて乗務することにしています。今年1月、羽田空港で起きた日本航空と海上保安庁の航空機同士が衝突した事故。機体が炎上した日本航空機に乗っていた367人の乗客と12人の乗員は全員脱出しました。この事故では客室乗務員の的確な対応が多くの命を救ったと注目を集めました。年始からそういった事故もありましたけれども、常日頃からいつどこでそういったことが起こっても大丈夫なようにというのは、普段から客室乗務員には言っておりますし、身が引き締まる思いでした。では私たち乗客が緊急事態に出くわした場合、どうすればいいのでしょうか。私たちは常日頃から訓練を行っていますので、乗務員の指示に落ち着いて従ってほしいと思います。また脱出するとき、絶対にやってはいけない行動は、手荷物を持って脱出したりですとか、撮影をするのはやめていただきたいです。華やかなイメージのある客室乗務員ですが、乗客の命を守る保安要員として安全な空の旅を支えます。もし飛行機の中で緊急事態に遭遇した時の行動について改めて確認します。まず一番大切なのは、訓練を重ねている客室乗務員の指示に落ち着いて従うことです。続いて、やってはいけない行動は、手荷物を持って脱出する、スマホなどで撮影をする、大きな声を上げたり勝手に行動することです。自分の身はもちろんですが、一緒に搭乗している乗客の命を守るためにも、これらの行動を心がけましょう。